さん釣り行ってますか？竿曲げてますか？ MMJ です。買ってしまいました GoPro です。今日はそちらのご紹介をいたします。私が購入しましたのはこれ、ヒーロー6のブラック、買っちゃいました。と伴ってやっぱりかなり長く撮影するんで、替えのバッテリー、これは純正ではなく社外です。3個バッテリーがついてるやつです。とヘッドマウントとチェストですね、頭と胸、あとヘルメットにつけれるやつと記録媒体となるSD カード128GB とレンズ、これを守るやつですね。ここガラスですね、ガラスのフィルム、ガラスフィルム、うん、となんかこれも、まあ、ついてたフィルムですね、まあ、あれですね、保護フィルムになります。閉めて全部で5万円弱、47,000円だったと思います。私あんまり型にこだわらないんで、もう7が出てますけど6を買いました。はい、それでは開封してみます。ヒーロー6のブラックです。開けるの怖いですね。ちょっと久々に高い買い物したんで開けるのが怖いですね。いろいろと迷ったんですけど、5000円とか1万円の安いやつとかにしようかなと思ってたんですけど、友人のガマさんにこの間借りて撮影した時にですね、GoPro いいなと思ったんでしました。それで開けてみます。開けてみました。こうなってますね。で本体とタイプ C のケーブルに純正ですね、1個と、なんかあれですかね、ヘルメットとか、なんかどっかに貼る用のやつですね。これは 3M さんのテープなんですね。こんな感じで、開けてみました。次にバッテリーです。これは純正ではないですね。純正高いんで。これ3つついてます。こんな感じ でこの子も USB ケーブルで充電する、形ですね。1つ多分ネット情報だと1時間から1時間半ぐらいって書いてあるんで、まあ賞味1本1時間だとして、替えが3つの純正が1つ、4時間ってとこですね。1日釣りするなら、これも充電できるようにモバイルバッテリーで持っていけばいいのかなと思ってます。半日だったらもう4時間あれば十分かなと。はい、この子の入れ物ですね、濡れてはまずいんで、ちょっと入れ物は考えなきゃなと思います。次にマウントになります。これは釣りのジャンルによっていろいろと違うと思うんですけど、私が購入したのはまずこれチェストマウントができるやつです。胸の前ですね。ですんで胸の前で映したいとき
ですと、ブラックバスとか船のルアーとかですかね、自分の正面を常に映しておきたいっていう方に向いてると思います。なので竿をですね、ちょっとこう後ろにグイッとか横にグイッて投げると画面から竿が消えてしまうんで、あとは投げる時にあと邪魔にならないだったらいいんですけど、ちょっと邪魔になります。でこれは私が使おうとしてる、これは頭ですね、ヘッドマウントになります。頭につけるのが一番いいと思うんですけど、と言いますのは目線も竿に持ってけますし、ただちょっとやっぱり違和感というか頭に重みがあるのが嫌だなっていう方は胸とかもいいと思います。これはもう好みだったりジャンルによると思います。でこれはどこかに挟めるやつですね、クリップ式になってます、このようにですんで、ライフジャケットの肩の部分ですとか、もしくはまあ自分の荷物、置いておく荷物のところにこうパチッと挟んでおいて、例えばロッドケースとかに挟んでおいて固定カメラにしてもいいと思います。でこれがよくわかりませんわかりません、ね、なんか土台ですね、出るのかなと思います。自分につけるやつとどっかに固定したり、まあ、貼っておいたり挟んで固定カメラと使用するってやつですね。これも社外の安いやつです。これらは、SD カード128とレンズの保護ですね。いかんせん安いものではないので、こういう保護系のやつは1000円とかかけてちょっといいやつを買いました。10年ぐらい使いたいなと思ってるんですけど、それでじゃあこの子たちをですね、ちょっとここに全部装備してみて組み上げてみます。ドキドキです。こちらが保護フィルムになります。まずは表面をこれでまず拭き取って、脱脂処理をして、そうした布で拭き取って、最初の保護フィルムを剥がしてレンズに貼って、空気をかき出してくださいということです。ちょっとやってみます、緊張します。さて一通りセッティングできました。 SD も入れて保護フィルムも貼りまして、これ保護フィルムですね、見えますかね、この前キラキラしてますけど、でこれがヘッドマウント仕様になります。頭につけるときですね。これが胸につけるときです。ここはバックルと呼べばいいんでしょうか、あとスライド式でカチャッと入るようになってますね。でこれがクリップ、どっかに留めるとき、ロッドケースとか、まあ、肩とか、そうですね、ショアジギングの方は肩とかもいいかもしれないですね。取り急ぎはこの胸とどこかにクリップ固定と頭、この3つで釣りの撮影をしていきたいと思います。こういうね、買わせてくれた奥様に感謝申し上げます。ありがとうございます。結構高い買い物なんで大事に使っていきたいと思います。
それでは次はこの GoPro を使った釣りの動画でお会いしましょう。お楽しみにしててください。また今後とも面白い映像を撮っていきますんで、よろしくお願いします。いつもご視聴ありがとうございます。それでは失礼いたします。じゃじゃん。おっと、ヒット。お、これはヒット。今までと違うぞ、これ。おお、これはラスト一投で、これは来たね。メイクミラクル。おお、おお、綺麗。見えますかね、GoProで。よいしょー。